ボス、あんたがゼア・バディアブルで見たその病人たちだが。ああ、ベッドに縛り付けられ胸に大きなコブが。医療スタッフによればあれは脳胞の一種だろうと。脳胞？あんなに大きくなるのか。症例もなくはないが、仮に皮膚表面にできるアテローマだとしても大きすぎるし見た目も合わない。結局医療スタッフは何も断定してくれなかった。調べようがないんだ。あんたの義手に付着した脳胞の内容液は戦闘で消失、工場も燃え落ちた。帰還後の検査でもそれらしい病原体は見つからない。手がかりになるサンプルが何も残っていない。全ては燃え尽きた。医療班が一番恐れているのはあれが感染性かどうかだ。自分たちに移る可能性はないか。それでマザーベースの防疫体制は普段から徹底している。古来から戦争は病気を運ぶものだからな。だが今のところ該当するような感染や発症の兆候はない。もう一つ、ゾヤ・バディアブルにいた病人たちが受けていた手術についてだが。ああ、あんたは喉を切り開かれてアコースティックチューブが差し込まれていたと。そうだ、チューブはテープレコーダーにつながっていて音が流れていた。その音は無線を通じてこちらでも確認できた。作戦中の更新記録を諜報班が解析中だが。何か分かったか。内容はバラバラだ。南仏の国道で起きた車の事故で3人死亡、在イギリスリビア大使館前でのデモ、スウェーデン前首相の記者会見、4ヶ月前のバリクパパンの転機、それから家電や風邪薬、冷凍食品の宣伝。手の込んだ作り物じゃなければどれもただ一般放送を録音したものだ。放送？ラジオやテレビの？ああ、それも世界中のな。念のため本物かどうか調べてる。あとは街角で撮ったような演説や今年のトマトはどうだとかいうたわいのない会話。何か符合するパターンはあるのか。暗号解読も進めている。各音域の信号解析、音源の逆回転や回転数の変更、それから使われている語彙の傾向、イデオロギー的共通点の整理だが、全部無駄になりそうだ。録音された地域は？これも共通点がない。あんたが言った通り多種多様。六大陸の主要言語はほぼ網羅しているようだ。フランス、ドイツ、イタリア、スペイン語は南米アクセントも、ロシア語、ヒンディ、アラビア、ポルトガル、北京、広東、日本。世界中の言語が。全部かどうかはわからない。時代とともに絶滅する言語もあるが、それでも世界には今5000以上の言語があると言われてる。現に英語も確認できなかったからな。英語？ああ、英語を母語にしているのは全世界でわずか 5% だが、第二言語圏まで含めたら約 30% が喋っている。そこに単に英語が喋れるという人間まで含めたら、世界共通語だなんて言われている英語がちょっとした万博状態だったあの部屋で網羅されていないはずはないが。英語がなかった。まあ部屋中の音が確認できたわけでもない。遠くの音はノイズで特定できないし、番組は毎日変わるかもしれん。いずれにしろあの部屋でなぜ特定の症状を持った人間に世界各地の言語を聞かせているのか、理由は不明だ。胸の出来物との因果関係もわからない。治療なのか何かの実験なのか。だがあの場所には。ああ、スカルフェイスがいた。奴が関係していることだけは間違いない。